暴れ回っているというのはお前だ。人間ごときが我らに手を出すとは笑わせるわ。すぐにも五体は八つ咲きにされ、次の小勢にかけられよう。果たしていつまで持つか、高みで見物させてもらおう。ているのに騒がしい奴だな。俺の方が先にいたのにどうしておめえをつけるんだ。そっちの猿みてえに黙って使ってな。山の方へは近づかんことじゃ。天狗がいっぱいおって行さん悪さをしょる。子供がよく神隠しに遭うんじゃ。どうにも悪い汗をかいちまったみてえで、今日はもう手仕舞いにしとこうと思ってたとこだ。おいらはみなしごだってみんなは言うが、そんなの嘘だ。ここにいたらたまに母ちゃんがやってくるんだ。今はこの近くの山寺で和尚さんの世話になってんだが、一人前になったら母ちゃんと一緒に暮らすんだ。おや、皆さんこんなのっぱらへ集まってどうしたんです？これはちょうどいい。ついでに品を見てってくださいな。すぐにもしょっぴかれましょう。なんだその目は。別に桃姫のためにしたことではない。それよりも地獄は不安ないゆえ先導を頼むぞ。待って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 
怖い怖い。いやね、お化けが怖いんじゃねえんですよ。あっしはこの世の中でまんじゅうほど怖いもんはねえんですが、そう言うとみんな饅頭を山のように積んで意地悪をする。怖くてたまらねえもんで全部口に放り込んだら、うまいやら甘いやらでもう腹いっぱい。今はお茶が一番怖いですな。 お聞きしますが、和尚様を見かけませなんだか。私は一休といって近くの寺の者ですが、実は夜も明けの朝方、狸たちが和尚様を化かしてお金を巻き上げる相談をしているのを聞いたのです。
化かされていなければいいのですが。窓から土足で入ってきよって、まるで泥棒じゃ。あ、なかなかおつな味じゃの。これで酒があればはここに置いておくぞ。なんやて？今すぐでっか？困ったお客さんやな。部屋まで乗り込まれたら売らんとは言えまへんがな。窓から入り込むとははしたないですぞ。んー、さてはあなたもこの見事な茶釜に目をつけましたな。残念、人は人違いでしたが、もう拙僧が買い取りましたぞ。早くこの茶釜を火にかけて茶を沸かしてみたいものじゃ。